今回はアニメの仕事の勢いが落ちてしまった女性声優第2弾8選を解説するぜ。競争が激しいからちょっとつまずいただけで。最初は丹下さくらさんだ。1994年デビューで、今はピクニックに所属している。丹下さんはデビューした1994年、忍たま乱太郎の2代目の雪役で注目された。初代の甲田真理子さんが交代した理由は不明らしいね。丹下さんは1996年に格闘ゲーム、デッド・オア・アライブの主人公キャラの女忍者かすみを演じてブレイクした。チキンレで昔はすごい人気だったらしいね。でも今でも海外では新作が売れてるようだけど。そして1998年、NHK の魔法少女アニメカードキャプター桜の主人公、木の本桜を演じて、丹下さんは超絶大ブレイクしたんだぜ。桜たんだ、はにゃーん。社会現象になった CC 桜は70話放送され劇場版も上映、夏エヴァで傷ついたオタクの心を癒したと言われるぜ。ほえー、エヴァがアスカの気持ち悪いで終わらなければ、てか CC 桜は女児向けアニメやろ。1999年に丹下さんは、私が個人的に好きな打つアニメ、無限のリバイアスの泉梢を演じたのだが、コードギアスの谷口五郎監督のデビュー作、丹下さんは人気絶頂期でありながら、2000年に突如休養してしまうんだ。なんでだよー。理由としては体調を崩したのと、本来やりたかったのは声で人を癒すことだったりとか、そういうことらしい。桜さんに癒された人も多いと思うけど、はにゃーん。私が思うにその頃は、2ちゃんの CC 桜板でひどいスレが乱立したり、キャー、高かすぎるー。尻に口をつけると顔が見られないとか冷静に分析してるのがキモい。DOA の霞の絵、同人が大量に書かれたり、といったことが影響してるのかもしれない。もうキモーター相手の仕事したくない的なムーブは、他の女性声優さんでもあるよねー。なお忍たま乱太郎の雪は甲田真理子さん、DOA の霞は桑島宝子さんが引き継いだ。またマリネーに戻っているという。その後丹下さんは2005年に結婚したり、その年だけゲームなどに少し出演したりしつつ、休養状態は続いたが、2009年の恋愛ゲームラブプラスの小早川凛子で、声優に本格復帰したぜ。9年経ってまた声優がやりたくなった？しかし9年のブランクは大きく、丹下さんはアニメにはあまり出演できなかった。2010年はゼロか、でも CC 桜を除くと、もともとはゲームがメインの声優だよね。それでも2018年、CC 桜のクリアカード編が放送され、丹下さんは完全復活したぜ。やったね、続きもまたやるらしいし。次は千葉紗栄子さんだ。1996年頃デビューで、今はフリーで活動されている。千葉さんは1998年に彼氏彼女の事情の、桜椿でアニメデビューを果たした。庵野秀明監督の希少な原作付きテレビアニメ、交番騒動を起こしてテレビに見切りつけることになったけど、その後千葉さんは多くのアニメに出演し、2005年のいちごマシュマロでは、メインキャラの伊藤千佳を演じた。可愛いわ正義。また同年の OVA 僕、天使ドクロちゃんのメインヒロインを演じているぜ。千葉さんはぶっ壊れた OPED も歌っている。水島勉監督が書いた歌詞はイカれてる。2006年に千葉さんはコードギアス反落のルルーシュで、やべえ性格のニーナ・アインシュタインを演じている。マッドなこの役が増えてきた？千葉さんは2007年に30歳で結婚したが、翌2008年のストライク・ウィッチーズでは主人公の上官の、坂本美を演じた。これがハマり役で大人気になったぜ。30歳を過ぎてますます売れるとは。ところが2010年の2期の放送前に、坂本美の瀬戸沙織さんへの交代が発表された。なんでよー？千葉さんは降板の理由は個人的な事情としているが、お子さんの出産のためと言われている。タイミング的に仕方がなかったのかな。その後の千葉さんはテレビアニメ出演が激減し、2013年を最後に新規の役は演じていない。何かご事情があったのかな。ただし、2017年からのコードギアスの新作劇場版で、千葉さんはまたニーナを演じているぜ。新作までの間が長く空くと、降板せずに済むケースってあるよねー。種ちゃんの歌われるものとか。次は加藤エミリさんだ。2004年デビューで、スターダストプロモーションに所属している。エミリンが来てしまった。加藤さんは2007年の京アニ作品ラキスタの、主人公コナタの友人のヒイラギ鏡で大ブレイクした。エミリンの出世作。2009年のシャフト作品化け物語の小学生ヒロイン、八九島宵も大人気になったぜ。京アニとシャフトを制した、失礼、神まみた。そして、奴が来る、アニメ史上最悪の謎の生物。2011年の魔法少女マドカマギカの宮廷で、加藤さんは超大ブレイクしたんだぜ、キュッぷい。でもエミリンにとってこの下道を演じたのは、結局のところ良かったのか。加藤さんはその後も多くのアニメに出演していたのだが、2014年、加藤さんに同じく声優の小野坂正也さんとの、同性疑惑が降りかかってしまう。
加藤さんと小野坂さんの SNS の写真の床やテーブル、皿やマットの模様が同じだと言われ、炎上してしまったんだ。ああ、小倉ゆいちゃんとかもやられてたやつや。これについて加藤さんと小野坂さんは何も言及しなかったが、スルーしたと。翌2015年の加藤さんのアニメ出演は大幅に減ってしまった。この炎上のせいなのかどうか、でもアウラも太郎丸も割と注目されたキャラじゃないかな。その後若干回復したものの、2023年はアニメ出演が激減してしまった。このままではスパイファミリーのベッキーだけになります。2024年公開のゆるゆりのスピンオフの劇場アニメ、大室家は加藤さんが主役なので、これに期待かな。最近は科捜研の女とかドラマにも出演しているね。次は藤村あゆみさんだ。2004年デビューで、ケンプロダクションに所属している。藤村さんはデビュー以降多くのアニメに出演し、2010年の新薬イカ娘では、メインキャラの相沢栄子を演じた。売れてるじゃないか。2013年にはハンターハンターの人気キャラ、ネフェルキトを演じている。大人気だにゃ。藤村さんはゲームでも大活躍していて、ゼルダの伝説神々のトライフォース2、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。ではゼルダ姫を演じている。これはもう国民的声優に迫りつつある。ところが飛ぶ鳥を落とす勢いだった藤村さんは、2017年からアニメ出演数が激減する。え、なんで、そんなに売れてたのに。そして2019年4月1日、藤村さんが初犯の事情により、無期限休養することが発表されてしまった。なんでだよー、わけがわからないよ。藤村さんは多くの役を演じていたので、休養にあたりこれだけのキャラクターが他の声優に引き継がれたぜ。こんなに手放すとは、団長の思いだっただろうね。次は辰巳ゆい子さんだ。2008年デビューで、アイムエンタープライズに所属している。辰巳さんは2010年の1位アニメキスシスで、竹達彩奈さんと共に双子メインヒロインに抜擢された。あやちと同格扱いって、すごく押されてたんだね。その後辰巳さんは多くのアニメに出演した。個人的には2013年の幻影をかける太陽の白金銀河は、大阪府出身の辰巳さんの関西弁を活かしていてよかったぜ。声優は方言は武器になるよねー。このアニメは窓まぎににすぎって言われたそうだけど、そして2014年、辰巳さんは魔法科高校の劣等生の北山雫を演じるが、このキャラが当時バズったんだぜ。お兄様アニメで目立ったの ?9 話、主人公の柴達也はバスの前に立って、転校を取っていたのだが、これに対し達也の妹のみゆきが、なぜお兄様がそんなお辛い思いをと不満を述べた。すると雫が、バスの中で待っていても誰も文句を言わないのに、出血確認というつまらない仕事でも、手を抜かず当たり前のようにやり遂げるなんて、なかなかできないよ。とみゆきを慰めたんだ。は?その程度のこと、別に対して偉くないやろ。みんながそのようにそう突っ込みして、雫はバス女と呼ばれ、このセリフは中出来と訳された。そしてみゆきがよく言う、さすがですはお兄様を訳したさす鬼と共に、中出来は過剰な主人公上げの代名詞になったんだぜ。そんなのが流行った時代があったんだ。劣等生はナロー系で初期の作品で、ナロー特有の過剰な主人公賛美になれない人が多かったから、話題になったんだ。今はみんな麻痺しちゃったんだね。順調に作品に出演する中、2017年12月30日に辰巳さんは、一般男性との結婚をブログで報告した。おめでたいね。さらに2022年12月31日に、第一子の出産を公表した。母子ともに健康でよかった。しかし、結婚と出産を経ている間に、辰巳さんのアニメの出演は減っていってしまった。2021年で34歳か。でもボッチザロック9話の江ノ島会に出てくるカップルの、ミータンを演じてるからよし。神たちに拾われた男2の雅も、辰巳さん得意の関西弁を活かしていてよかったぜ。ほんと、実力あるのにあまり出られない人ばかり。次は三沢幸香さんだ。2009年デビューで、2023年からフリーで活動されている。やっとこの人を取り上げたか、と思っている人が多そう。三沢さんは2012年のアクセルワールドで、メインヒロインの黒雪姫を演じてブレイクした。SAO の原作者のもう一つのヒット作だね。2013年は私の大好きなカオスラグアニメファンタジスタドールで、主人公のライバルのトドリ鏡を演じている。天皇会会祖にして漏らさず、健康一滴。2014年は普通の女子高生がロコドルやってみたで、主人公とデュオを組むお姉さんの小日向ゆかりを演じた。伊藤美久さんが演じているナニャコが好きすぎる人。と、順調にアニメに出演していた三沢さんだが、2020年あたりからアニメの出演数が激減してしまった。確かにこの頃からほとんど、桜爆心王の人になってるね。そして2022年6月10日、当時所属していたスターダストプロモーションより、三沢さんが体調不良のため活動休止することが発表された。あらら、良くなってほしいねー。
そして同年8月24日、活動を再開することが発表されたぜ。早く復帰できてよかった。ところが、三沢さんは業界から去るしかないなど、SNS で周囲が不安になるようなポストを何度も投稿した。声優って不安になる職業なんだろうけど。そしてフォロワーとバトルをするようになってしまう。草を生やすまでになってしまった。ついに11月10日、事務所から三沢さんの体調が万全でないため、SNS の更新を休むことが発表された。これは、体調の問題なのか？メンタルも体調のうちだろうけど。そして翌2023年3月15日、三沢さんがスターダストプロモーションを退所することが発表された。もう限界か。すると SNS を再開した三沢さんは、休んだら仕事を取られてしまうので休めない、といったポストをまたするようになった。もう、三沢さんは後戻りできないにゃ。そして極めつけが、うわぁ、もう休め、いや休めない、どうしたらいいんだぁ。仕事をたくさんしていないと不安になり、それを SNS で言わずにいられない人は、声優は向いてないのかもなぁ。ほとんどの声優は仕事が少ないのが普通だもんね。そこをどう割り切れるか。次は小沢アリさんだ。2013年デビューで、アイムエンタープライズに所属している。お名前をアキじゃなくてアリって読むのが、ちょっと意外だよね。小沢さんは2014年の動画工房の月刊少女のザキくんのメインヒロイン、桜千代でブレイクした。あれ、動画工房で初主演した声優は一発屋になる法則が。いや、小沢さんは動画工房の呪いをものともせず、2015年の学校暮らしの恵比寿沢くるみなど、多くのアニメキャラを演じたぜ。ゾンビパワーで呪いを跳ね返した。小沢さんは2016年はフィールのこの美術部には問題があるの主人公、宇佐美みずきを演じた。この子も千代ちゃんみたいに、絵描き男子に片思いしてるのか。2018年はフィールのひな祭りのメインキャラの一人、魔王を演じた。魔王はひなと会わずに終わっちゃったね、2期を。2019年はフィールのこの世の果てで恋を歌う少女ユーノのユーノを演じた。メインヒロインの割に出番少ないけど、アリちゃんって、フィール声優だったのか。と、2010年代はアニメで無双していた小沢さんだが、2020年代からは出演が減ってしまった。ちいかわのうさぎは有名だけど、2023年は1作品だけ？なんで？理由はまず2020年8月10日に、小沢さんがミュージシャンのヒゲドライバーさんと結婚したことだろう。ああ、野崎くんでアリちゃんが、後の旦那さんが作った ED 曲を歌ってるんだね。そして2023年元旦に小沢さんは、前年の第一子のご出産を報告しているぜ。そっか、子育てが大変だし、ちいかわもあるし、無理に出演しない方がいいんだろうね。最後は相坂優香さんだ。2013年デビューで、アクトプロに所属している。相坂さんは2014年に俺、ツインテールになりますのほぼメインヒロインの、テールブルーを演じた。メインがはっきりしてないのね。しかしこのアニメは作画崩壊したことで有名だ。あらら、声優さんは関係ないんだけど。相坂さんは2016年には、水島努監督の迷い画のメインヒロイン、まさきを演じた。名監督の水島さんなら大丈夫やろ。しかしこのアニメは大量の伏線を放置して終わる拍子抜けな内容で、炎上してしまった。相坂さん、ついてないね。そして相坂さんは2018年6月25日、喉の不調の治療のため休養することが発表された。これはしっかり休んで治療していただきたい。その後、2019年2月2日に、相坂さんの声優活動の再開と、ライブ開催が発表されたぜ。これは完全復活したみたいね。しかし復帰後の2020年以降、相坂さんはあまりアニメには出られていない。以上、アニメの仕事の勢いが落ちてしまった女性声優第2弾8選を解説したぜ。全員プライベート絡みで勢いが落ちてるようだけど、ずっと売れてる人は人生すべてを声優用に捧げてるところもあるのかな。身を捨ててこそ浮かぶせもあれってやつだな。肉を切らせて骨を断つ。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。人生すべてを動画に捧げてるのでよろしく。それではまた次の動画で、サブチャンネルも声優動画がありますのでよろしくお願いします。